おお、よく止まりますね。皆さんこんにちは、モータージャーナリストの藤島智子です。今日はブリヂストンのスタッドレスタイヤブリザック VRX3 に試走できるということでアイススケートリンクにやってきています。今回の VRX3 新世代のプレミアムブリザックということで3つの性能が高められています。1つは表情性能、そして2つ目は引きと持ち、そして3つ目はライフ性能も高まっているということで、今回はこの氷上においてそのアイス性能を試してみたいと思います。冬場の道といえば雪が降ったエリアだけではなくてアイスバーンなどになりやすい氷の上での安心感、気になるところですよね。今回はこのスケートリンクでその氷上性能を試してみたいと思います。楽しみです。さあ、それではいよいよ試走ということで、まずは1台目の車に乗りたいと思います。この車に装着されているのは1988年初代ブリザックが登場した時に発売されていたタイヤということで、どんな感触なんでしょうか。まず発進加速とブレーキ試したいと思います。ではアクセル踏み込んできます。あ、もう12キロぐらいの段階でトラクションコントロールが効いてますね。タイヤが滑り出すのを制御する、まあ、そんな制御機能が働いてきています。さあ、そして旋回していきます。はい、ここからは加速をしてからブレーキ性能を試したいと思います。さあ、もう滑ってますが、この状態から車速を上げてブレーキ、はい、今 ABS が効きながらギュ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 ッと止まってきましたね。ブレーキを踏んでからやはり路面とのコンタクトが少しですね、滑りやすい状態になっているので、タイムラグが起こってそこから路面を掴んでいく感触が得られるような、そんなイメージでした。さあ、ではこのまま今度は旋回性能を試してみたいと思います。今日はコース上に直径6メーターの円が組まれていますね。やはりこう回っていこうとするんですが、ちょっとアクセルを踏み込むとフロントのタイヤがちょっと外側に逃げていってしまう感じがありますね。低めの車速だと思ったラインたどりやすいところもあるんですが、ちょっと車速を高めていくと外側に膨らんでしまうので、ハンドルを大きく切らないと思い通りのラインに持ち込みにくい状態になりますね。フロントのタイヤからちょっと外側に逃げていってしまうような、そんな動きが出やすいですね。グーッというちょっと滑り出す音が聞こえています。ではこれで次のタイヤを装着した車に乗り換えてみたいと思います。今度はいよいよ VRX3 を履いた車試走してみたいと思います。さっきと同じスピードで走りたいと思います。では加速していきます。お、あ、全然違いますね。加速していく時の車速の乗り方がこっちの方が断然いいですね。駆け出し、しっかり路面を掴んで前に進んでいった感じがしました。さあ、そして今度はブレーキ試してみたいと思います。ここから行きます。車速同じぐらいまで高めておいて、おお、ギュ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 ッと、はい、まあ、さっきはちょっと滑り出してからギュギュギュッと路面をつかむ感触が後から得られた感じがしたんですが、この VRX3 の場合もっと早い段階で路面をつかめている感じがします。まずこのタイヤと氷の上に発生する水膜、この水というのをどう制するかというのが止まりやすいかどうかを判断する部分なんですが、その水をまず入り込みにくいように工夫をする、さらには新しい発泡ゴムの採用によって路面に生まれる水をうまく吸い上げる、まあ、それによってタイヤと氷の路面のグリップ感を高めていくような、そんな効果が得られてるんですね。でもこうして走ってみると確かにこの効果実感できますね。やはりこの30年以上の進化というのはすごいですね。では旋回いきたいと思います。あ、なんか少ない打角でさっきより回れてる感じがします。
さっきだともう少しフロントのタイヤが逃げていたような場面でも、こっちのタイヤだとより向きが変わりやすい感じがしますね。早い段階で向きを変えていってくれるので、その後のコントロールがしやすい感じがします。ちょっと滑ってしまった時、アクセルを少し緩めてあげると鼻先がスーッと入っていくような、なんかそんなイメージがありますね。ハンドルの操作なんかも比べていただくと分かると思うんですが、こう同じぐらいの打角で切っていっても鼻先が向きを変えていってくれる感じがします。こう打が効くような、そんなイメージですね。さっき乗った初代のブリザックのタイヤと比べると、こっちの方がコントロール性がいい気がしますね。ここでちょっと強めにアクセル踏んでいくと滑り出すんですが、その後ギュ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 ッとまた路面のグリップ回復していくんですよね。この滑りやすい状況との行き来が感触として分かりやすい感じはありますね。ぐーって今滑ってますね。滑ってるんですけど、アクセルを緩めてあげると、グリップ回復してますね。結局は運転するのはドライバーです。この路面の滑り出す状況、そして滑り出してからグリップが回復する状況、それを的確にドライバーにどう伝えていくか、タイヤとしてはその状況をしっかり伝えるということも大事な性能になってきますよね。この VRX3 はそのあたりしっかり考えて煮詰められて設計されたタイヤなんだなっていうのが伝わってきます。ブリヂストンのブリザック VRX3 試してみましたが、やっぱり11代目の進化ってすごいなと感じました。特にインパクトがあったのは発進加速で、グリップ感が得られやすいこと、それによって車速もコントロール性もすごく良くて、そのあたりも安心感に結びつきましたね。ブレーキを踏んだ時のギュギュギュッと路面を掴んでいくあの感覚、そして旋回性能、こういったところも最近では温暖化も進んでいて、雪が降っては溶けてそれが凍って、またブラックアイスバーンなんていう現象もよく見かけるようになりました。そういった表情での性能で安心感が少しでも高まってくれるということは、冬道を運転する上で大きな安心に結びついてくれそうですよね。ブリザックといえばやはりこれまでブランド力もすごく高いタイヤで人気の高いタイヤということだったんですが、この VRX3 さらなる安心感の高いタイヤとして注目されていきそうですね。